シャーロックは2010年7月から放送されているアーサー・コナンドイルの小説シャーロック・ホームズシリーズを本案にしたイギリス BBC 制作のテレビドラマ舞台を21世紀のイギリスに置き換え自称コンサルタント探偵であるシャーロック・ホームズがスマートフォンやインターネットといった最新機器を駆使して事件を解決する様を描く各エピソードは ドイルの原作を下敷きとしている。シリーズ1は2010年7月25日から8月8日まで、イギリス BBC1 で放送された。日本では2011年8月22日から24日まで、NHKBS プレミアムで放送後、2012年には、アクスンミステリーで放送された。また2013年1月には、NHK 総合でも放送され、 日本国内では地上波発放送となった。シリーズ4の本編全3話は2017年1月1日から15日にかけて BBC1 で放送され、第3話はイギリスやアメリカの映画館でも限定公開された。日本では2017年7月8日から22日にかけて NHKBS プレミアムで放送された。21世紀。 陸軍の軍医として、アフガン戦争に従軍したジョン・ワトソンは、戦勝により、イギリス本国に送還され、トラウマを抱えたままロンドンで、苦しい生活を送っていた。そんな中、研修生時代の古い知り合いと出会い、自分と同じクルームメイトを探しているらしい、シャーロック・ホームズという、変わった男を紹介される。頭脳明晰なシャーロックは、スマートフォンや GPS といった、 現代の技術を駆使し、周囲の人々を戸惑わせながらもその天才的な、ひらめきと推理力で、ジョンと共に、数々の事件を解決していく。カッコ内は日本語を吹き替えキャスト。放送日はイギリスが BBC1、日本が NHKBS プレミアムにおける初放送日。本作の特徴として、シャーロックの視線に映る、証拠品や、人物の状態が、 モーショングラフィックを使った字幕で表示される演出が挙げられる。これにより、シャーロックが捉えた手がかりや情報が視聴者にも視覚的に伝わるよう描かれるほか、シーズン3ではシャーロックが得た字幕情報の中に今後の展開の伏線が敷かれていた。この他登場人物がスマートフォンで送受信するメールのメッセージやパスワード入力の場面についても同様である。 NHK 放送版はこれらのフォローに、字幕スーパーを使わず手書きのメッセージに至るまで日本、語化表示しており、番組最後の吹き替え版クレジットでもキャスト、スタッフの記名にタッチパネル操作を模した動きを与えている。また原作に目配せした設定もあちこちに登場する。例えば、ベーカー街221バイトの階段は、原作と同じ17段に揃えられている。 フラットの外観は、ノースガウアーストリート185番地で、撮影されている。一方で、シャーロックとジョンが、ファーストネームで呼び合うなど、現代版ならではの変更も加えられている。DVD およびブルーレイディスクには、シリーズ1第1話、ピンク色の研究のパイロット版が収録されており、放送版までには、画質、デジタルな視覚効果を絡めた。 編集の面で試行錯誤があったことを確認できる。モーショングラフィックを使った字幕演出はまだ考えられていなかったほか、脚本人は原作に登場しないキャラクターを登場させないつもりだったが、ルイーズ・ブリーディーが講演したため、モリーの出番が増えたという。各シリーズのラストは、次シリーズへの引きで終わる、クリフハンガーとなっているが、制作ペースは、 脚本の完成度を上げる目的もあって、新作を毎年放送できないという非常に遅いペースになっている。主演2名のハリウッド映画出演も撮影スケジュールの点で遅さに拍車をかけている。ゲーティスは2名の多忙さにより、シリーズ継続が困難であると話し、シリーズ4での完結を示唆した。 シリーズ4の制作は2016年後半に予定されていたが前倒しして同年4月から撮影が始まっている。また2016年7月にはサンディエゴで開かれたコミコンインターナショナルのパネルにてシリーズ4のキーワードがサッチャー、スミス、シェリン・フォードと発表されまた新登場人物のトビー・ジョーンズなどが登場する予告動画も公開された。 ベネディクト・カンバー・バッチがタイトルロールを演じた2015年の舞台、ハムレットにオフィリア役で出演したシャンブルックが第1から2話でエリザベスを演じる。日本の月刊青年漫画誌、ヤングエースで以下のように漫画版が連載されている。脚本はマーク・ゲーティスト・スティーブン・モーファット、作川・ジェイが担当している。連載終了後は角川コミックスエースより、 単行本が発売されている。また、単行本はセリフなど英語にしたバイリンガル版も別途販売されている。ありがとうございます。